あんた、そろそろ怒っていいと思うぞ。それでもって、ヨシコは身の程を知れ。またまた、あっくん冗談うまいんだから。本気だよ。あんたの無理なものは無理って言ってやれ。もう、そんなに怖いとさやかちゃんに嫌われちゃうよ。別にお前の友達に好かれようとは思わん。ダメだよ、あっくん彼女どころか友達もいないのに。そうなの？不愛想ですぐ怒るし、でも、2、3人くらいは友達いるんだよね。あっくん、携帯貸して。おい！ほら！かわいそう。おい、やめろ。わかりました。私、あっくんさんのお友達になります。ほんと？怖くないの？かわいそうな人だとわかったら怖くなくなったから。あ、わかる。元気出してくださいね。よかったね、あっくん。優しさが